五葉山火縄銃鉄砲隊の演舞をご覧いただきます。日本一の火縄の産地五葉山、巨大鉄砲隊と恐れられ甲州伊達藩を支えた荒武者たち、手作りの鎧に身を包んで仙台では3年ぶりの演舞です。皆様盛大な拍手でお迎えください。鉄砲侍より放たれる白煙と轟音により、
次に三段話を御祭りつかまつる。おのおのの方は義味長府東和副敵諸難消滅の祈りなり。三段話を御祭りつかまつる。Come on!
会による一斉話を見祭りつかまつり、一斉とはすなわち清き誠の魂を振り上げ、漆黒の炎症に大地を震わしめ、もろもろの我が元を払いそげたばい、一斉話を見祭りつかまつり。次に奥州伊達家に伝わりし、鶴瓶話を見祭りつかまつる。鶴瓶とはすなわち死してまた再生を繰り返す熱き命の連鎖なり。鶴瓶話を見祭りつかまつる。演武奉納の儀、お納めつかまつるに際し、一斉話を見祭りつかまつる。我らが法術は、殺戮のための玉は込めず、神武不殺の名のもとに、書き込めなれば、清き誠の魂なり。一斉話を見祭りつかまつる。
これにて演武奉納の儀おさめつかまつる。一度礼。拝進。ご養蚕火縄銃鉄砲隊の演武でした。沿道の皆様、もう一度盛大な拍手をお願いいたします。次はあなたが。